今日、行き来するときに、今日、あの、笠原くんの車で送ってくれて、そこでね、笠原くんマリノ好きだから、昔のマリノさんの話を、さんだっけ那須さんと栗原さんとかが YouTube で知ってたのを見てた話教えてくれて、やっぱ当時の方がさ、戦術的だったりしないから人間関係の話だからさ。で、岡田さんが栗原さんをベンチに入れなくて栗原さんが不適されてた時に、お前ベンチに入れないけど、あの、ちゃんとベンチの脇にパイプ椅子を置いて、そこに、あの、入れるようにして、一緒に戦えるようにすると。で、ちゃんと金もないだろうから、出場級っていうか、あの、ちゃんと、あの、ベンチ入り したことによっててもららえるおか手当てみたいなのを出すからってそれで栗原さんチームと一緒に戦ってでもその後何ヶ月も口座にお金が振り込まれななかったみたみいな話その話では面白いけど、やっぱそこに出るのは岡田さんの監督としての凄さだよね。やっぱそこで栗原さんのテンション下がってるなとか、それによってチーム全体に悪影響あったり、栗原さん自体がモチベーション落ちてたりしてると、一枚岩にならなきゃいけない時になれないから、そんなのクラブから許可もらってないけど、金出していいとか。そこで栗原さんに言って、で、その後、正直、 本当に忘れてただけかもしれないけど、別に栗原さんにお金入んなかったところでさ、笑い話程度にしかなんないし、それで本当に怒ったりはしないじゃん、栗原さん。ってなると、そこで栗原さんに対しての、そこの一言をかけれる岡田さんの凄さ。本当に、まあ岡田さんのあの岡田メソッドの本はすごい、言語化しててすごいものかもしれないけど、実際にやっぱり監督界に広がんなきゃいけないのは、そういう瞬間瞬間の選手との声かけだったり、関係性づくりをどうしたかみたいな。 でもこれは、それ発表すると、いろいろ不都合が出たりとか、僕もシュアボでやってるようなこととか、シュアボで各選手と話した、ちょっとディープな話とか、みんなに教えらんないから、信頼関係の部分で。ってなると、監督って、これはまあ、ピッチ上に関して重要なことがいっぱい載ってるんだけど、実際に、 ここにいくら正しいこと書いてあって、これを伝えるにしても、タイミング悪かったり、その人との関係性がないと、いや、レオザが言ってきたものん何んで言ってくるんだよとか、あんた普段こうこうこうでダメなのになんでこんな時言ってくるんですかみたいになっちゃうから、実際に重要なのはどのタイミングで声かけるかとか、声をかけてくる、かけられる側とのに人間関係とか、信頼関係になってくるか。そういうところで岡田さんっていうのはすごいんだろうなって思いましたね、その話聞いて。そう、クロップはそれ天才だと思います。それは重要なんだけど、そこに頼っちゃいけないんだよ。 組織作り。でアルテタとかペップとかって絶対そういうの上手いんだけど、それに頼んないような、ちゃんと自分がボスで、現場で言うこと聞かないやつをちゃんと外していいっていうような組織作りしてるじゃん。うん、ここら辺のアンバイ突き詰めると自分に矢印向けの集約されてる気がする。そうそう。で、これが矢印向けすぎると、良くないパターンがあってっていうか、 これめちゃくちゃ多分指導者の人は僕みたいなタイプは経験してると思いますけどこれは言える話で実際にここに書いてあることより重要な話するねこれもう必聴ですよ 何かっていうと、昔、ある選手が入ってきたときに、その選手、パスうまかったの、でも守備の強度が低かったのとか、守備の約束とまた覚えられてなかったので、俺はその選手のパスの良さは褒めてたの、でも守備の強度低かったり弱いのを呼んで、その子が結構プライド高そうだったのもあって、こういうのちゃんとや,あのやんないと出れないよ。で、実際にメンバーが足りてるときは控えからのスタートだったし、でもみんな集まらないときは試合実装。 だから、よくマネジメントの本とかコーチの本とかに書いてあるけど、叱るときはみんなの前で、は叱らないで、裏でしか。褒めるときはみんなの前で大声で褒めると。でもそれやったことによって、俺は叱るときは呼びつけて、個人的にやったりとか、そこのところすごい向き合ってやってて、みんなの前でいいプレーやったで、それはみんなにやってることなんだけど、ただ、その選手自体が他の選手とそんなに仲良くなってなかったの、プラス守備は緩いわけじゃん。別に緩くしようとして緩いわけじゃなくて、普通に足、スピードの問題だったんだけど。それを俺は、 みんなの前で叱らなかったせいで、他の選手たちが、レオさん、なんであいつに甘いんだ、なんであいつが試合出てんだってなってたらしい。でも俺はどの選手にも同じようにマネジメントして、でも、その選手たちの、いっちゃえば、あいつ特別扱いされてんじゃねえかみたいなのは感じきれなくて、まさかそんなことになってると思わないから、それによって不満溜まってのを気づけない。 で後々話聞いてそこをなだめようとしたけど結局その選手と仲悪い選手が辞めちゃったりとかモチベーション落ちたりとかあった。でこの時にあちゃんとみんなの前で叱んなきゃいけない時もあるんだっていうのもあるし本当につぶさに表情を見たりあの選手同士の掛け声とか誰と誰が普段会話してないとかそういうのをしっかり知った上で一人一人に声かけて何な,なら選手同士が話してる時にそこに入ってって変な話してないかな変な会話してないかなっていうのをやる必要があるなって気づいた。 で、まあ今だと、まあ俺一人がコーチじゃないから、笠原くんとかも。 一緒にマネジメントしてくれるし、選手同士が話してる時も、俺、中入ってって、例えば話食い違ってるなってことよくあるのよ。みんながしゃべり得意なわけじゃないから、こういうボールが欲しいです。え、こっちはそういうボール出してんじゃんって言ったら、実際、高いボール欲しいです。高いボール出してんじゃん。なんでこれで揉めんのってみんな思うでしょ。高いボール出してるけど、足元に来る時には低いボールになってるじゃん。だからこれを、高いボールで欲しいから、ヘディングで高いボールで合わせられるように、山なりになりすぎないボールが欲しいって意味なよ、こっちが言ってんの。でもそこまで選手は言えないから。ってなったのに、そこ、あ、これ、高いボール出してると思う。 思ってるけど、実際はこれって、ヘディングしやすいようなボールで山なりになりすぎてほしくないって意味だろみたいな。あ、そうです。つって。そういうことだからさ。つって。あ、そうだったんだ。みたいな。で、これで一個揉めなくなんじゃん。これが、教えらんなくない <laughs> <laughs> こんなことを多分教えられてないと思うどこでもというカリキュラム的なそういう指導者講習だったりとかでもこの1個揉めないことによって選手は気持ちよくできるしそパスもめるにしてもナイスパースって言った後あと種類しっかりやろうって一言言うだけで全然違うじゃんこれが大事なんよねでこれを匿名で意見言えるような場所があったらなとか言うけどそんなの作れないから現場で匿名で意見って言ってそれ誰が言ってんだってなるでしょ だから結局は監督がしっかり観察できるかとか話せるか。もう俺もまだまだ苦手なんだけど、だからおしむさんは選手たちが食事してる時に端っこでずっと睨みながら食ってたみたい。なめっちゃ怖かったって羽生さん言ってるけど、実際はそれが重要で、今回の岡田さんのやつも、普通なら普段試合でいてない若手の人が不適されてたらお前帰れでいいところを一緒にベンチに入れって言って、わかりましたっ,つってって、それでね、その選手が頑張ってたら空気多くなるしみたいな。こういうことなのよ。 ででこれをやってる僕ががめちゃくちゃゃゃくわがま,まじゃないですか <laughs> みんなが知ってるように、うん。だから本質的には得意だけど好きではないんでしょうね。もう自分が一番わがままでいたいから。本当だったら構ってほしい側だから。ってなると公約りジり J まで上げて J までチーム上げたら自分が託せるような監督にチームを託したいですね。むずいでしょう。でもこ,こんな話みんなしないじゃん。これ何でしないかっていうと今のはあの話に出たような選手たちみんなねシュワボからいなくなってるし別に悪いような話かとしれ ないから、まあ、結局俺が悪いって話だから正直オシムさんとこだったら気づけてたわねあの選手とあの選手が仲悪くなってるちょっと読んでって言って高校でってやれてたからだからそういうのを誰かいっぱい百戦錬磨の監督が書いてくれたらそれこそ戦術より重要な本になるのになってます。 選手にね、昨日かおと日ぐらい言ったけど、俺は最高の準備できると。最高の、えー、準備して、一番チームが勝つ方法を高められるし、チャンス増やせるし、ピンチを減らせる監督だけど、やるのみんなだし、これを俺が言ったのもみんなが走ってくれない、みんながプレイしてくれなかったら、俺なんて最低の監督になると。だから結局みんなの試合でそれをかけ算するのが俺の役割だから、この2週間頑張ってみたいな話はしたけど、それはね、本当に別に選手をおだてるわけじゃなく、本当にそうだから、厳しくもするけど、根っこでは足をあぼてサッカーやってくれた ありがとうっってていつも思ってるわねこれを自分に矢印を向けすぎると叱らなきゃいけないときに叱れなかったりとかするからまあ難しいんですよ。難しいっていうか、まあ、やりがいがあるんですよね。あとは、えー、リマリア君、それで言えばリシャルリソンがコンテに周りがいる前で2時間叱責 <laughs> されたことがあるって明かしてました。2時間は持ってるだろう !2 時間記事見る限り出場機会少なくてインタビューで不満出したことによるもので、解任じゃメッセージ出したりちゃんと和解していると思う。 本当にしてんのかねもうそうなってくるとね。2時間かでコンテナラあり得るって思われそうだしな。結構さ、あれもう1時間もだよとか30分もだよっていうの大体半分じゃん。それでも1時間はされてんだもんね。2時間かーちょっと俺はそのメンタル欲しいんすけどね。俺が甘やかしすぎたのかって時あるぐらいで、ねうん。でもそう言っててもなもう怒りすぎた過去もありますからね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ヨソ<タッ>フトボでした。バイバイ。